何？いや別に。なんか顔は別にって言ってませんか。そっか、まあ、シューティングゲームは俺の方が上だな。いや、エアーターの年段が早いだけじゃん、私より。いや、そこが年季の差なんだよ。言っときますけど、成長系は私の方が断然上ですか。だ、俺今日遅くなりそうだからいいよこれ。あ、でもあれ、お財布も入ってないんだけど。どうしたんだよ、しっかりしろよ。ちょっと待って、あの5秒で待ってください。おい、靴、ブラウンのやつはね、品薄みたいなんだよ。ちょっと倉庫で調べてきて。あ、はい、確かに。私からの提案なんですけど、この今、まあ、無地が一番ベーシックじゃないですか。今後はこののりこちゃくんのデザインを。食のケーキ屋さんでね、閉店間際だからってドーナツ3つもサービスしてくれた。これご主人と帰って食べなさい。ああ、ありがとうございます。あ、こんなにたくさんあるじゃないですか。私たちだけじゃ食べきれないですよ。部長も一緒に食べましょう。うん、じゃあそうだね。この店ね、いつも行列なんですよね。ああ、そうだ、この間出した秋の新作、なんか好評みたいですね。そうなんですか。うん、まあ、モデルさんが雑誌で履いていたっていうのがあるんですけど、サイドに殻の入った茶色のやつ、あれがね、バックオーダーすごいんですよ。へえ、それは嬉しい話ですよね。いや別に。顔は別にって言ってませんか。そっか、まあ、シューティングゲームは俺の方が上だな。いや、エアーターの年段が早いだけじゃん、私より。いや、そこが年季の差なんだよ。言っときますけど、成長系は私の方が断然上ですか。あれ、あ、なんだ、俺今日遅くなりそうだからいいよこれ。あ、でもあれ、お財布も入ってないんだけど。ちょっと待って。どうしたんだよ、しっかりしろよ。ちょっと待って、あの5秒で待ってください。おい、靴。ブラウンのやつがね、品薄みたいなんだよ。ちょっと倉庫で調べてきて。あ、はい、確かに。私からの提案なんですけど、この今、まあ、無地が一番ベーシックじゃないですか。今後はこののりこちゃくんのデザインを。
遅くまでご苦労さん。お疲れ様です。食のケーキ屋さんでね、閉店間際だからってドーナツ3つもサービスしてくれた。これご主人と帰って食べなさい。ああ、ありがとうございます。あ、こんなにたくさんあるじゃないですか。私たちだけじゃ食べきれないですよ。部長も一緒に食べましょう。うん、じゃあそうだね。この店ね、いつも行列なんですよね。ああ、そうだ、この間出した秋の新作なんか好評みたいですね。そうなんですか。うん、まあ、モデルさんが雑誌で履いていたっていうのがあるんですけど、サイダーに殻の入った茶色のやつ、あれがね、はい、バックオーダーすごいんですよ。へえ、それは嬉しい話ですよね。シューティングゲームは俺の方が上だな。いや、エアーターの連打が早いだけじゃん、私より。いや、そこが年季の差なんだよ。言っときますけど、成長系は私の方が断然上ですから。なんだ、俺今日遅くなりそうだから、いいよこれ。あー、でも、あれ、お財布も入ってないんだけど。ちょっと待って。どうしたんだ、しっかりしろよ。待って、5秒で待ってください。おい、靴。品薄みたいなんだよ。ちょっと倉庫で調べてきて。あ、はい。私からの提案なんですけど、この今、まあ、無地が一番ベーシックじゃないですか。今後はこの森子ちゃんのデザインを。お疲れ様です。食のケーキ屋さんでね、閉店間際だからってドーナツ3つもサービスしてくれた。これご主人と帰って食べなさい。ああ、ありがとうございます。あ、こんなにたくさんあるじゃないですか。私たちだけじゃ食べきれないですよ。部長も一緒に食べましょう。うん、じゃあそうだね。この店ね、いつも行列なんですよね。ああ、そうだ、この間出した秋の新作なんか好評みたいですね。そうなんですか。うん、まあ、モデルさんが雑誌で履いていたっていう。